はい、やってまいりました。はい、今日のテーマは、はい、今最も注目すべきあの人に会いたいということで、こんな方にスポットを当てました。どんな方？ほう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 。え、岡山が生んだ美女、はい、ミスホニャララ。そうなんです。このなんかシルエットは峰富士子じゃないよね。ね、スレンダーでしょ。気になりますよね。はい、はい、ということで早速登場していただきましょう。はいはい、岡山の降り注ぐ太陽と豊かな自然が育てた今最も注目すべき美女、ミス立教コンテスト2020のグランプリに輝いた山口さやかさんです。経済学部経済学科の3年生、身長168センチ、特技は腹踊り。無人島に一つだけ持っていくとすれば焼き芋。チャームポイントは元気なところ。ではチャームポイントの元気なポーズお願いします。いや、はい、決まりましたね。なんかこちらもパワーをもらった感じもいたしますけれども ね、はい、でもやっぱりね、はい、シュッとしたスタイルね。そうなんですよね。足も長いというね。168センチということで、スタイルもいいですよね。はい、たっぷりとお話を伺ってまいります。どうぞこちらよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやすごいですね。もうスリムかっこいいなと思いますけど、憧れますよ。顔がちっちゃい。はい、ということでミス立教コンテスト2020のグランプリの美女ということだったんですね。はい、はい、ではたっぷりとお話を伺ってまいりましょうかね。はいはい、ちなみにそのグランプリですけども、はい、どのくらいの方が参加したんですか？毎年100人前後の方がエントリーしてますね。はい、100人ぐらいがエントリーしている。よくこういう、まあ、審査コンテストっていうのは出たことあるんですか？いえ、初めてです。初めてでグランプリ？そうですね。すごいなと思いますけど、ね、ちなみにどんな審査になるんです？ですね、うん、今年はコロナの影響で、はい、直接審査ができなかったので、うんうん、Zoom での面接だったり、はいはい、自己 PR 動画だったり、あとウォーキング動画などで審査していただきました。うんうん、そうなんですね。はい、やっぱり今年ならではっていう感じもしますけども、そうですね、はい、グランプリ取った、タイトル取ったその瞬間のお気持ちというのは？当日本当に緊張していて、あまり鮮明に覚えてないんですけれども。オンラインでもやっぱり緊張するもんね。緊張しますね、やはり。そうなんだ。リアルタイムで応援のコメントをくださる方とかもいらっしゃるので、うんうん、はい、生配信ですもんね。はい、見てくれてるんだっていう感じがして緊張しましたね。取ったぞと思いました。もう取ったぞっていうよりもなんかもう信じられないっていう気持ちが。そういう気持ちなんだ。はい、あまりに緊張してるし。そうですね、すごいタイトルでも取ったなと思いますけども、はい、ただ特技にね、腹踊りがあるっていうことなんですけども、はい、ちょっと引っかかるんですか？なんか映像があるということで、ちょっとこちらをご覧ください。腹踊り、これが腹踊りね。そうです。全然イメージしてたのと違う。我々はすみません、顔を描くパターンかと思ってたんですけど、ね、はい、いうパターンは本当に我々がする腹踊りですね。かっこいい腹踊りですね。すごい。でも山口さんのこんなに滑らかに動くものなんですか？はい、しかもいろんな場所で練習したの？いや、もう小学生の時にやってみたらできたので、うん、特に練習はしてないんですけど。でもこれそんなできると言ってもね、東京駅とか結構すごいスポットでやってますけど。そうですね、結構恥ずかしかったんですけどロケーションにちょっとこだわって。そうなんだ。いや、はい、これだけ完璧なこの肉体、腹筋がだって浮かび上がってますよ、ね、ずらと。普通だって PR 動画っていうと一般的にはさ、うん、ちょっと歌とか。そうですね、いうのが多いと思いますが、はい、あえて腹踊りを出した。はい、やっぱり個性。そうですね、私にしかできないんじゃないか、他の人とちょっとでも違うことをしたくて腹踊りにしました。でもみんな正直でびっくりしたんじゃないかな、見た方は。びっくりされたと思います。お腹出して腹踊りやってるっていうこと自体も個性が生きたのかな、なんていうこともあったんですかね。まあ、でも素晴らしいですね。インパクトありますよね。ありますね。さあ、そんな天真爛漫な山口さんですが、うん、毎週火曜日9時54分から放送の恋の味方にも出演してくれています。はい、昨日ちょうど撮影されてきたんですよね。いかがでしたか、終えられて？いや、もう恥ずかしかったというか、もう照れくさかったというか、初めての経験だったので。あ、そうなんですか。あまりそういう経験なくて、初めてでした。メディアとかでこういうテレビ露出とかドラマ仕立てとか。そうですね、ドラマ仕立てみたいなものは初めてだったので、そのセリフがある。どういったところがちょっと照れくさかったですか？やはり恋愛ものとか、そのなので、まあ、テーマがね、はい、はい、すごい距離も近くていい振り返りしてますよね。まあ、僕は言うなって話ですけどね。キュンとしますね、この振り返りはね。なるほど。気になる放送日は、はい、来年1月12日夜9時54分からです。うん、そして
インスタグラム大晴れライフでも今夜9時に山口さんが着用したアイテムが紹介されますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。多分すごい可愛らしいトップスでもあったりとかね、スカートも綺麗な感じですね。はい、そうですね、普段はパンツスタイルが多いんですけれども、コンテスト期間中は、女性らしい格好というかスカートを履くように心がけてたので、なんかちょっと懐かしいような感じがしましたね。そうなんだ、このトータルコーディネートとして、カジュアルなんですけどすっきりとまとまってますよね。そうですね、普通パーカーにロングスカートって結構シルエットがゆったりして見えるというか、ダボってなりがちですよね、と思うんですけど、トップスがのショート丈だったので、ちょっとなんか足長効果もあるんじゃないかなっていう。ねえ、そうですね、カメラマンの位置はちょっと気になりますけどね映ってますね一緒にね、まあ、撮影の様子っていうことで、そんなポイントも変えるだけで雰囲気変わるってことですだからね。そうですね、変わると思います。なるほど、そういうのも勉強できますね。はい、はい、さあということで残すところね、学生生活もあとわずかということですけど、今後の予定っていうのはどうなんでしょう。そうですね、今後の予定としてはもう少し東京の方だったり、あっちの方に岡山をしていただけるような活動をしていけたらなと思ってるので、はい、もうね、ぜひもうメディアの方にも登場してもらったり、本当に岡山も広めていってほしいですよね、ドラマの方にもどんどん出てね、我々も見たいなと思いますけどもね、応援していきたいと思います。これでマンションファミリーでございます。そうですね、1回でも出演したらもうファミリーになってしまって、いいですか、はい、ありがとうございます。期待しておりますんで、はい、今日は今最も注目すべきあの人に会いたいということで、ミス立教コンテスト2020のグランプリに輝いた山口さやかさんをお迎えしました。ありがとうございました。